っとくけどな、お前は緊張するかもしれないよな。でもマジで緊張する。客前はマジでな。いやでも伊集院さんにも慣れてるんですか。それがダメなんだ、始まる前としてダメなんだ。里見を引っ張ってくるのは伊集院さんですから頑張ってくださいね。週刊ファミ通500号記念イベントが7月25日26日の2日間、秋葉原駅前広場で開催。話題の新作ゲームがいち早く体験できるとあって、会場はご覧の大盛況。入場者数は2日間でなんと6万5千人。そこでこの会場で我がゲームウェーブも初の公開収録オークションを開催。どんな商品が飛び出すのか、それでは今夜も行ってみよう。ゲームどうも皆さんこんにちは。ゲームに関するレアアイテムのオークションをやりたいと思っております。このレア度すごいよ。超レアグッズオークション開催。どうしても欲しいという人の中から3人を選抜。お金ではなく知力体力運を使って競り落としてもらいます。吉田分かってる？全然分からないですけど。すっごいお前分かってないよね。てかレア度が分からないじゃないですか私には。まあ、皆さんが一番注目してるのはどんなレアアイテムが出てくるかということで、はい、早速吉田さん行きましょうか。はい、最初の商品はこちらです。大好きなんです。今やすっかり大人気のギャルゲー。もはやギャルゲーなくしてゲームは語れません。ソフトはもちろんキャラクターグッズも続々登場。その売り上げも絶好調。気がついて。そこでギャルゲーファンならすっかりおなじみのメーカーキットから。私どもキットからは、このギャルゲーグッズ山盛りを提供したいと思います。ギャルゲー5本セット、ポケットラブの CD とテレカ、ビアキャロットへようこそのクリアファイル、デスクマット、そして着せ替えセルメ付き手帳。その日の気分でコスプレが楽しめる。そしてこちらが超レアキャンキャンバニープルミエール2の店頭用カウンターポップ。ギャルゲーグッズ山盛りセットをご用意。ゲットできるのはたったの一人。皆さんこの商品をゲットできるように頑張ってください。ということで最初の商品はこちら、はい、ギャルゲーグッズ山盛りでーす。これね、はい、いろいろみんな考えて、トップバッターだから最初だから、はい、みんなの人気なるもん出さないとって、ね、結構頭ひねったんですよ。まずはこのギャルゲーグッズ山盛り欲しいという方手を挙げてください。おー、みんな元気がいいね。ちびっこ元気がいいぞ。おい、この番組はセガエンタープライゼス、デジキューブ、任天堂の提供でお送りします。本当かい？はい、セガは変わりました。変わった変わった。そうか、セガが一番面白いよ。いや、おじさんホッとしたよ。嘘だよ、セガなんていらないよ。いらないいらない、帰ってプレステやろう。いらないよ。おー、待ってくれ。センミ、センミ大丈夫ですか？あ、はあ、爪が折れちゃった。立つんだ、行こうセンミ。愛と勇気の RPG が始まる。スターオーシャンセカンドストーリー。デジキューブ。父ちゃん、これが血染めのコントローラーだ。バカモン、ただのやりすぎじゃ。熱血の高校野球シミュレーションゲーム98甲子園好評発売中。コンビニでデジキューブ。しかしね、僕がすごいと思うのはまだ皆さん何をやるか聞いてないわけですよ。そして会場からギャルゲーグッズオークションに選ばれたのがこの3人。いずれもギャルゲー好きの強者ばかり。果たしてギャルゲーグッズを競り落とすのは誰だ。このグッズのためだったら何でもできますか？はい、何でもできます。もう一度聞いてみましょう。このグッズのためならどんなことでもできますか？もうやりますと。さあ、このグッズのためならどんなことでもできますか？はい。最初のゲームは一体吉田さん何でしょう？コスプレ？コスプレ対決！
た喜びましたね今。それでは3人の戦士がステージ裏でコスプレっちゃいます。拍手で送ってください。どうぞどうぞ。今週のラインナップはこれだ。イースターナウ、アドベンチャーで大人気のクレイマンクレイマンがアクションゲームになって新登場。今回も愛くるしいキャラクターたちが続々登場。ちょっとおかしな武器を自在に操り、惑星を占拠した悪の帝王を倒していこう。快速天使は宅配便の配達員になって制限時間内に荷物を運ぶアクションゲーム。能力の違う3人の女の子を操り、敵を倒しながら重要書類を届けていこう。体力を共有する協力プレイは爽快感抜群。花札の恋恋、花合わせと4人打ち麻雀がこれ1本で楽しめるのがこのソフト。80人以上のキャラが登場。博打打ちとなってライバルと腕を競うストーリーモード、フリー対戦モードなど、君もきっと熱くなる。プリンセスメーカーシリーズのキャラ20人が総登場。大活躍する落ち物パズルがこちら。プリンセスを目指すストーリーモードなど、モードは全部で4種類。初めて採用した奥行き画面もとっても魅力的だぞ。目標は1年以内に目指す仕事について目当ての女の子を彼女にすること。ドリームジェネレーションは恋愛と仕事の両立を目指す新感覚のシミュレーションゲーム。リアルタイム性の導入でスリリングなゲーム展開が楽しめる。アニメを題材にしたアドベンチャーゲームの第2弾。今回ディスク3枚組のボリュームでアニメ版の物語を完全収録。アニメの設定資料など嬉しいおまけもいっぱい。展開によってオリジナルストーリーも楽しめる。24年前に消息不明になった豪華客船を舞台にしたアドベンチャーゲームがこちら。現在から過去へと時間を超えて数々の謎を解明、元の世界を目指して進もう。ミステリアスなストーリーにどんどん引き込まれていくぞ。大きな拍手をお迎えください。トップバッターはこの方です。イエーイ。かわいい、かわいい、かわいい。この日のために長野からやってきた私、でも恥ずかしがり屋だからそんなに見つめないでね。あ、どうですか着心地は。いや、ちょっと小さすぎる。ちょっとね、まあ、このおへそがまたセクシーですけど。2番バッターの方どうぞ。かわいい、最低、かわいい、最低、かわいい。もう20歳のフリーターだけど、卒業の制服は私の大のお気に入り。いや、スカートの中は覗かないで。このコスプレできて光栄なんですか今。もうとても嬉しいです。3番目のコスプレの方登場です。あんた最高だよ。今日はちょっと大胆な私、大好きなキララから勇気を分けてもらったんだ。もう普通の大学生だなんて言わせないぞ。このコスプレで揃ってくれた3人にやってもらうのはパン食い競争です。ごめんね、ここまではあんまり関係ないんだ。要はパンを早く食べた人のものだから。ルールは簡単。懸垂して頭の上のパンを食べて、目の前のチアホンを最初に鳴らした人が勝ち。ギャルゲーいっぱいてんこ盛りをかけて、はい、コスプレ懸垂パン食い対決、よーい、サイケサイケ、入った入った、オッケー、な、鳴らせ。勝ったのは真ん中の方。リプレイでもう一度。パンツを見せたまま懸垂のできぬ岡田さんを尻目に、鶴松さんがタッチの差で優勝。みんな応援あげる、ありがとう。いや、みんな応援してないんだそんなに。あ、ちゃんとあるね。コスプレで頑張ってくれた鶴松さんにはこちらのギャルゲーグッズを差し上げます。続いての商品はこちらです。皆さんこんにちは、チューンソフトの中村です。こちらがチューンソフト社長中村浩一さん。数々のサウンドノベルシリーズや風来の試練など手掛ける有名クリエイター。チューンソフトでは、今年の年末から、来年にかけてですね、サウンドノベルシリーズの、第1弾の音切り層からお前たち街とですね、それらを、思いっきりパワーアップしてですね、プレイステーション用のソフトとして、発売する予定です。そこで今回は
こんな商品を用意しました。サウンドノベルシリーズの音切り層ソフトとピンクのしおり特典パロディ漫画、かまいたちの夜の CD ドラマ、ちょっとエッチなかまいたちの夜、そしてなんとラジオイベント用に作った超レアな町特製腕時計、こちらもゲットできるのはたったの一人だけ。それともう一つというかもう一匹、僕の可愛がっているこのマンムル、こいつを差し上げます。中村社長がデスクの上で可愛がっている非売品マンムル君までつけてのご奉仕。じゃあ皆さん頑張ってくださいね。伊集院さんも欲しいんじゃないですか。くれよこん中でどれが一番欲しいよ。したこれ俺時計、あと、かまいたちなんかサインも入ってます。でこれは結構レア度高くなっております。さあこちらの商品欲しいという方手を挙げてください。おー、いっぱい増えた。たくさんのオークション参加希望者の中から選ばれたのはこちらの3人。やってもらう対決は何でしょう。ピカチュウ、ピカチュウ対決。おなじみ任天堂のポケットピカチュウを使って1分間に一番多くカウントした人が勝ち。簡単です。でしかも模範演技を最初に見せてもらいますから、模範演技を見てこういう感じでやればいいんだというのを学んでください。こちらの方々です。模範演技を見せてくれるのは情熱のダンスサンバチームのお二人。盗めよ。ありがとうございました。ありがとうございます。ポイントはどのあたりになるんですか。ポイントはヒップとバストです。バスト関係あるんですか。あ、バストはピカチュウとは関係ないけど揺らしておけっていうことですね。もうあの覚悟はよろしいですね。それでは、ステージ裏に衣装チェンジに行ってください。ロビオ、コツコツと育てれば君のポケモンは必ず強くなる。今度のバトルは戦略で勝負だ。ポケモンリーグの興奮を君の家で楽しもう。任天堂64ポケモンスタジアム。セガタゲームチャート、スチーム度満点。スチームを動力源とする近未来シミュレーション RPG バッケンローダー。セガタデータ版登場、なりきりモードもさらに充実。プロ野球グレイテスト998サマーアクション、セガサポー。ゲーム業界最新のトピックス、ニュースエキスプレス。先日都内でセガの新作アーケードゲームの発表会が開催されました。会場はゲームマニアや関係者で大盛況。今回の目玉は近日発売予定のアーケードゲームの体験コーナー。その中でもなんといっても一番人気はこちらの世界初チームプレイ多人数アクションゲーム、スパイクアウト。光ファイバーで結ばれたプレイヤー同士が協力して共通の敵を倒すシステムはまさに画期的。4人まで通信可能だから仲間とやれば盛り上がること間違いなし。その上大きな街がゲームの舞台だから自由な展開が楽しめる。続いては人気ソフトの最新作を2本紹介。あの名作 RPG 桃太郎伝説がプレイステーションに初登場。桃太郎、夜叉姫、猿、キジ、犬などおなじみのキャラクターが全員集合。愛と友情と勇気にあふれたストーリーに子供から大人まできっと誰もが心惹かれていくぞ。この世に悪があるとすればそれは人の心だ。このセリフもすっかりおなじみ、伝説の RPG テイルズ・オブ・ファンタジアがプレステ版で帰ってくる。画期的だった戦闘システム、練り込まれたシナリオの面白さは前作のまま。さらに今回全てをパワーアップ。オープニング、エンディング、イベントムービーを新たに導入。さらに全てのキャラクターや背景を全面的に変更。その上新たなプレイヤーキャラが登場したり、サブイベントが大量に追加したりと、とにかく見どころ満載だぞ。以上、今週のニュースエクスプレスでした。それでは
オークションサンバチームの入場です。拍手どうぞ。ごめんなさい、ある意味さっきのコスプレより辛いわこれは。今の気持ちは、失敗しました。何が失敗だったのかな。サイズ合わないですよ。サイズが合わない、はい、1分間ですね。1分間で皆さんもご声援よろしくお願いします。それではサンバースタート。さあいけさあいけ。あさあいい動きしてるぞ、いい動きしてるぞ。ピカチュウどこ行った？あ、ここだ。パンツの中はやめろお前。さあ注目の結果は、川原さん109ポイント、松尾さん182ポイント、鈴木さん197ポイント。優勝。今この喜び誰に伝えたいですか？田舎にいるお母さんに。じゃあ、全身をきちんと舐めるようにビデオで撮っておいて、それをお母さんに送ってあげましょう。ピカチュウダンスで大奮闘、鈴木さんにはチューソフト超レアグッズを差し上げます。ゲームウェーブが送る目玉商品、1日 AD 体験ができる券。今や AD といえば仕事がきついのは当たり前、さらにゲームウェーブはオールロケ、ついてる AD はとっても重労働、肉体的にも精神的にもかなり辛い。もちろんゲームのスタンバイも AD のお仕事。しかしこんなこともある。何かが、はいはい、お腹減っちゃったんだけど、あ、はいはい、何か食ってみましょう。いや何か食ってみじゃないですか、はい、1分でカツ丼作れ。カツ丼、うん、卵は1個半かかってるやつね。早く食べるよ、1分でカツ丼。とっても仲良くなれる。さらにゲーム番組に忘れちゃいけないのが新作ソフトの立ち上げ作業。ってことは発売前のソフトを誰よりも先にプレイできちゃうのだ。購買率必至、ゲームウェーブが送る目玉商品、1日 AD 体験ができる券。これはねみんなやりたい、うん、やりたいと思う、ね、確かにねきついこともいっぱいあります。よく聞いてください。例えば大スター伊集院光さんから、おい2分で冷やし中華作れ。ハムはロースつっとろい。なんてあったかい言葉もかけてもらいますよ。吉田とも交流あるよな。そうですね、吉田もたまに AD さんちょっとブラのホック外してってやってますね。本当にやってる。見てパンツ、この今日この色、今日こんなやつやってますけど、古代広告じゃねえかそれは。AD やってみたい方手を挙げて。いるわおい。これがなんとびっくり、予想外の大人気。その中から見事に選ばれたのがこちらの3人。女の子行ってみますか。 AD やってみたいですか。はい、やってみたいです。そういうなんか作る、一緒に作るっていうのは楽しそうなんで。あー、やややってみたいぐらいですね。どうですか AD やってみたいですか。ぜひやりたいです。結構体力いりますよ。あ、体力にはもう自信あります。ほう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 。さあこの3人に競ってもらうのはどんな競技でしょうか。吉田さん、お使い、お使い対決です。今から私たちの言うものをこの秋葉原の中で買ってきてください。もう簡単です。早く買ってきた人が勝ちです。吉田さん、ちなみにじゃあ何を頼みますか。じゃあ簡単なものでキティちゃんのストラップにしましょうかね。あ、あるね。俺からはね、カツ丼よろしいですか。いきますよ、よーいスタート。みんなどうしていいやらっていう。果たしてこの3人、吉田と伊集院の無理な注文に応え、キティちゃんのストラップとカツ丼を買ってこれるのか。 AD 希望の皆さんはほっといて次の商品に参りましょう。こんにちは、セガの中裕二です。こちらがセガエンタープライズソニックチームプロデューサー中裕二さん。現在ドリームキャスト第一弾ソフトとしてソニックアドベンチャーを制作しております。ゲームの未来基準になるようソニックチーム一同で頑張って制作しておりますので期待していてください。内容については現在お話しすることはできないんですけども、8月22日東京国際フォーラムにて制作発表会を開催しますので皆さんいらしてください。今回はプレゼントといたしまして、ソフトとテレカとマウスパッドをプレゼントいたしたいと思います。
で今回特別に私の愛用品といたしまして、イギリスに行った時にセガオブヨーロッパの社長に直接いただいたこのブライトジャケット、セガスターン用のなんですけど、これをプレゼントいたしたいと思います。日本にはきっとこれ1点ぐらいしかないものなので、すごく貴重なものですので、皆さんぜひ応募してくださいね。なんとこちらの商品は視聴者プレゼント、ご覧の宛先までじゃんじゃんご応募ください。 CM の後はゲーム業界の大物ゲストが登場。でっかい夏のでっかいタッグ、ブレイブフェンサー武蔵伝プラスファイナルファンタジー8体験版もついてくる。デジキューブ、部長、喋るな、暑い。もう人事じゃない、温暖化を防げ、オーバーブラッド2デジキューブ。時速1500キロ、60分の1秒の神業でマシンを操る。音速を超えたバトルが今始まる。世界最速レースゲーム、任天堂64 F-ZeroX。 この番組は任天堂、デジキューブ、セガエンタープライゼスの提供でお送りしました。最後の商品にはこんな素晴らしいゲストが、こちらの方に来ていただいております。拍手でお迎えください。来たよ来たよ、もうご紹介するまでもないでしょう。桜大戦の生みの親、ヒロイおじさんです。俺もエディやってたんだよ。やってたの？やってたの俺。あ、そう。23ぐらいに繋がった。繋がった。その頃はでもまだゲーム番組はないでしょ。ゲーム番組はないね。何系の番組のエディアさん？あのね、バラエティーとね、うん、それとあとはね、16ミリの映画のね、助監をやってた。うわ、大変だ。はい。16ミリの助監なんかめちゃくちゃ大変だもん。はい。あの天心柱どかねえかな、なんて言いなつんだよね。そうなんそうなんそうなん。それ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 。あのさ、それはいいんだけども、一つだけお願いできるかな。何？その靴。曲、B さんって言うんだよ。靴って言わねえんだ、これ。違う。広井さんが今一番やってる仕事は何なんですか？今ですか？今は稽古をやってるんですよ。舞台か。舞台、歌謡ショー。さあ、広井さんが持ってきてくれた商品は何でしょう？8月のですね、11日から16日まで、うん、新宿の厚生年金で歌謡ショー2、2回目の第2回歌謡ショーやるんですけども、さくらの、うんうん。それのポスターです。こちらがその商品、桜大戦歌謡ショー翼のポスター。なんとデザインは全部で6種類。この6枚をセットにして1名の方に差し上げます。桜ファンならこれはもう見逃せません。まだなんかくれ。え、もっとくれ。え、もっともっと。ゲストだもん、鳥の商品ならこれもすごいよ。じゃあこの翼の台本つけますよ。え、この6枚セットの上に翼の台本、はい、ひとまとめ、はい、皆さん台本とこのポスターのセット欲しいですか？さあ、広井さん、これを手に入れられる人間を決める方式は何ですか？じゃんけん。うわ、全員と。そう、全員じゃんけん。すごいことなっちゃいましたね。ね、要するに全員じゃんけんのは広井さん対全員とで。そうです。で、勝った人だけ残ってください。そうです。勝ち残り。そうです。それでは参りましょう。1回戦、右手を大きく上げてください。それではひろいさん出し方は、ひろいさんですよ。はい、じゃんけんぽい。パーの人残ってください。パー残り、パー残りです。桜グッズをかけたひろいさんとのじゃんけん対決は続く。悲鳴と歓声に包まれた会場はまさにオーバーヒート寸前。そして6回戦を終わったところで、最後に残った2人はステージへ。ラストワン勝負です。最初はグーです。最初はグー、じゃんけんぽい。おお、さあもう一回いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。おー、きた、ウィナー。
感無量です。感無量。ひろいさんともどうぞ固い握手を。おめでとうございます。作った人、作った人、作った人。じゃんけん対決を勝ち抜いた奥山さん、見事歌謡ショー翼のポスターと台本を獲得。早いね。入りました。ここでなんと先ほどの AD 対決で買い物に出かけた1位が帰ってきた。まだ本当よ。おい、ちょっとこれで卵丼なら失格ですよ。僕じゃカツ丼ですよ。まずカツ丼からいきます。あ、本当にカツ丼じゃん。少ねえな。でもいや、多い少ないじゃなくて、関係ないのね。これどうしたの。電気入口ちょっと降りてすぐのところの和光さんっていうとんかつ屋さんで、そのお願いしたところをすごいなんか心よく引き上げてくれて。そう、そんなこと言われてもうちは持ち出せないんですよとは言われなかった。いや、なんかすごい難しい顔してましたけど一生懸命お願いしたんです。 AD 向きでは。さあ問題はこれでちゃんとキティちゃんのストラップがあるかどうかなんですよ。運命の瞬間ですからね。お前、おいおい、今盛り上がってるとこだったんですよ。腹減ってんだもん。いや腹、まあいいです。本物食べなくてもわかるよ。逆に本物じゃなくてローザイクの方が難しいよ持ってくるの。さあこれはキティちゃんのストラップ持ってれば OK です。さあ見せてください。吉田に確認してもらってください。吉田の頼んだものはこれでいいんですか。 OK です。やることは AD はホロナ君に決定です。ゲームウェーブの1日 AD はホロナ君に決定。頑張ってください。さっきの差でもう1人来た。惜しくも3分遅れで到着の山根君が2位。唯一の女の子山岡さんは活動を見つけることができずリタイア。皆さんご苦労様でした。どうですかこういう会場でイベントやってみて。いや、いいよね、うん、なんかあの空の下っていうのは、うん、こういうところでみんなでこう手挙げてじゃんけんしてる時にね。そうあ、俺以外にもいっぱいんじゃん桜やってるやつ。そう、そういうの嬉しいよね。じゃあ最後にみんな声を揃えてゲームのことだ。ゲーム嬉しいな。次週の予告。マリオを作った人は誰。マリオの恋人は。マリオがデビューした作品は。マリオの下積み時代って。マリオのことを何でも徹底研究するマリオ知ってないとお楽しみに。番組の最後は今週のソフト売り上げトップ10。また来週。Weather Break。関東地方の今日のお天気です。東京は曇り、神奈川も曇り、千葉も曇りでしょう。